そう、花田メイン、初めてのやつなんですけれど。早いですよ。よし、コメント欄見えた。よし、では、こっちは、あ、間違えた。こっちですね。よし。はーい。またぎ配信です。今日は、ギンガムチェックの柄にしてみました。どうですか？あ、お洋服の話。またぎますよ、皆さん。この一年を振り返って、まだ3ヶ月です、私たち。ワンちゃんが不思議そうに見てくる。頑張ってほしいんですかね。かわいい。嬉しい。あ、ありがとうございます。これかわいいんですよ。これ、エピヌ、エピヌ。はい。そう、一年、お付き合い？どういうこと？そう、ま、そうなんですけど、皆さんとお付き合い、まだ3ヶ月ぐらいなんですけど、後輩、まだスカウトで生きてなせません。もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。全然、ここ最近充実しすぎて、学校に行けてないっていう。え、マサイさん、服の好み。え、本当ですか？え？マサイさん。タワー？え？確認できない。どうしよう。え？ね、え？りょうさんじゃないですか。確認できた。りょうさん、タワー。タワー。タワー。タオありがとうございます。嬉しい。嬉しい。やったー。ありがとうございます。おめん、ありがとう。大丈夫、早いんですよ、皆さん。あと12分あるんですよ。ネイティブの、そう。タオは。そう、ネイティブです。ちょっと光変えてみます。間違えた。え、でも消したらどうな、あ、消したらこうなるんだ。え、どうなんですか？消したらどう？まさまさん、ありがとうございます。いやー、嬉しい。どの色がいいかな？消した方がいい。え、ですよね。消した方が、なんか息がしてきた。あげたますぎる。ありがとうございます。うん、消した方が、え、なんかやっぱそうですよね。消した方がいい気がする。ありがとうございます。あ、そう、地元の、そう、神奈川公演が始まりました。申し込み。ありがとうございます。消したら誕生日感出る？あ、じゃあ誕生日感っていうことで、消してみますね。消してみますよ。消しちゃった。当たるようになってて、お願いします。お願い。会いたいです、皆さん。本当に。ミミ、来、うん、来年で二十歳。え、来年で二十歳ですよ。やばくないですか？え、ナルガンさん、ありがとうございます。パフェ。ありがとうございます。そう、なんか、聞いてください。なんか、んーって変わったらブチャイクって言われました。悲しい。そんなこと言われちゃったんです。可愛いですよね。ねえ。
めいめいは、両親、もらってもらったの？って。もらってもらいました。ケーキいただきました。オリピ。可愛いですよね。可愛いですよね、やっぱり。ちょっともっと言ってってください。ちょっと誰かは言わないんですけど、ちょっと、こうなっちゃうので、こうなっちゃうので、誰かは言わないんですけど、言われちゃったので、内緒ってことで。ね？そうなんです。プラメ見て、お借りしていただいた可愛いお花のケーキをいただきました。嬉しい。同期ではないです。ブーしちゃうからね。早くないですか？やった！レピー。してます、してます。くるんくるん。太田さんのは、ないですよ、もう。なんならめちゃくちゃ可愛がってもらっています。お誕生日プレゼントも今日いただいて。もう嬉しい。本当に嬉しい。ありがとうございます。ゆきさん、大好き。でも、メンバーさんでもないですよ。ゆきさんの会社可愛いね、小声。お？聞こえちゃったよ。聞こえちゃったよ。聞こえちゃったよ。泣き顔する。そうなんです。ゆきさん優しいんです。本当に。大好き。やばい、あと7分？あと7分で？私の誕生日？早くない？早くないっていうか、なんかもう6月ですか？どうしましょう。ほんと。好きな先輩増えていくもんだ。本当に困っちゃいます。もう本当私 DD って呼ばれまくってるんですよ。本当に。めっちゃ DD って言われちゃうんですよ。なんか。悲しい。みんな好きでいいじゃないですか。本当。そうなんです。はい。18歳いかがでしたか？なんか、すごく充実した一年になりました。まさか去年の今頃の私は、夢を叶えられてるって思ってなかったので、なんかこの一年で、やっぱ、アイドルになるために、いろいろ私の中でやってきたつもりのものが、やってきたものが、こう、なんていうんですか？形になって、こうやって皆さんに出会えて、本当に嬉しいなーって、幸せだなーって思います。こんな感じですかね。振り返っても、もう、なんでしょうね。振り返、1年前も出会ってたら、もう、たくさんお話できるんですが、ちょっと、あまりできないので、ちょっと1年後、またその課題をというか、今日言ったことを来年思い出して、みんなとまた祝えたらいいなって思います。1年本当に早い。でも長かった気もします。このオーディション開催までの期間とかすごい長く感じました、私。すごく。これからたくさんお話できますんで、さらっと告知されて嬉しいです。そうなんです。今とてもね、会える機会があるので、皆さんぜひ私の X から、
握手会やオンラインお話し会、サイン会がございますので、会いに来てくださると嬉しいです。なんとね、もう、7月13日の第6部が残りわずかになってしまって、もうびっくりで、これ母が教えてくださったんですけど、もうびっくりして、本当に、もう、嬉しい、私が、みたいな、本当に嬉しかったので、まだまだたくさん、ね、完売とか、残りわずかっていう数字、嬉しい数字が、文字が見れるように、皆さんと一緒に頑張っていきたいなって思います。そうなんですよ。嬉しい。そう、今、ドボンもね、私、今1位でね、びっくりしてます。嬉しい、本当ですかっていう。もう皆さん、私のカードで遊んでくれてありがとうございます。ちゃんと、私も頑張るので、一緒に頑張って獲得しましょう、得点。本当に。ねえ、皆さん。あと3分、早い。早い こんなに早く。びっくり。どうしよう。もう20期生入るのどう思ってる？なんか、初め聞いたときは、どうしよう。もう後輩が入ってくるの怖いって思ったんですけど、今は結構楽しみで、なんか、なんだろう。なんか、どうだろう。すごく、今お披露目されてから数ヶ月で、全然まだまだなんですけど、まあ、この中でも、たくさん私なりにいろいろダンスの表現の仕方だったり、この曲はこうだっていう、なんかこだわりっていうのがどんどん出てきて、これを後輩ができた時になんか教えられたらいいなっていうふうに思い始めました、最近。なので、すごくいいことだなって思ってるので、今はとても楽しみです。びっくりしたんですけど。そう、ちょっとね。初めはね。20期？早いよーって思っちゃったんですけど。でもね、やっぱり、パヨパヨ先輩？まあ、パヨパヨ先輩。確かに今日もちょっとパヤっちゃってるんですけど。まあ、とりあえず、楽しみって。本当に、AKB48 大好きな子に入っていただきたいです。やばい、あと1分切った。やばい、どうしよう、待って。ちょっと待ってください。これってさ、なんか、カウントダウンとかしたいんですけど、私、パソコンってカウントダウンできるのかな？待って。ちょっとわかんない。どうやって、ちょっと待って。多分、こうしてる間に、絶対に、どうしよう、どうしよう。ハッピーバースデー。19歳来ますよ。ちょっと待ってください。やばい。待って、なお、ありがたい。やばい。時計開けなかったんです。どうしよう。イェーイ。あとちょっと。目で追えないか。ありがとうございます、皆さん。嬉しい。ありがとうございます。わーい。なんか、やばい。今なんか通知で、太田さんも、なんかポストしてくださってみて、どうしようと思って今戸惑っちゃってるんですけど、ちょっと入っといて、嬉しいです、皆さん。
ありがとうございます。嬉しい。たくさんありね、おめでとうくれて嬉しい。早い。早くない？パスタも、本当ですか？たくさん見たい。あ、メイさん、ありがとうございます。そう、同じ名前の方。嬉しい。メイさん、ありがとうございます。私は早くて、なんだか、虹。虹ありがとう。虹ありがとう、滝沢さん。ありがとうございます、皆さん。きゃーん。嬉しい。嬉しい。なんかどうしよう。戸惑っちゃった。戸惑っちゃった。19歳初スクショ。待って、18歳のスクショ忘れてました。19歳です。あ、19期の19、私19歳。これ結局、光ありとなし、どっちがよかったですか？ あー、嬉しいです。抱負。抱負ですね、私の19歳の。なんだろう、なんかたくさんありすぎて。でも、やっぱり、今の方が多い？あ、本当ですか？じゃあ、このままいきます。そうですね。私は、まだね、お披露目されて、19研究生として活動して、まだ2ヶ月ちょっとで、本当に未熟者なんですけど、誰よりも頑張って、選抜メンバーさんとか、昇格にも、なりたいですし。なんか、AKB48 としていろんな活動をできる一年になったらいいなって思います。なったらいいなというか、します。絶対にできるように頑張るので。そうね、なんか、今年のっていうか、この一年の目標だったら、本当に、そこなんですけど、近い未来にはセンターも務めさせていただきたいなって思ってます。大島優子さんみたいな、もう圧倒的センター。前田敦子さんみたいな。AKB48 といえば、この方っていう名前が出るように、私もそんな活躍ができるように、頑張りたい。もう本当に、なんか、難しいところではあるし、なんか、できるかなとか思っちゃうんですけど、大丈夫。でも、頑張ります。泣きそうになっちゃう。泣かないぞ。ありがとうございます。でね、まあ、今年は何より、なんか、ずっと、劇場公演に出たいです。劇場公演に出て、たくさんファンの人と目を合わせて、ね、楽しんで、アイドル、1年目って本当に1年目しかないので、頑張ります。本当に。泣いてないです。全然泣いてない。泣いてない。もう本当に楽しみなので、嬉しいです。だから、頑張ります。そう、一緒に夢叶えましょう、皆さん。本当に。絶対に一緒に、歩んでいって、綺麗な景色、絶対見たい。いつかもっともっと大きいステージで、AKB48 皆さんと一緒にステージに立ちたいので、それになるまでに私がというか、
私も一緒に、なんだろう、ん？ん？待って、言葉おかしい。なんか、あれです。なんか、きっかけの人になったらいいなって思います。私がきっかけの人になったらいいなって思ってます。あ、音符のやつ。音符くまちゃん。クロノさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、音符くまちゃん。音符くまちゃん？音符くまちゃんかな、多分。ありがとうございます。そう、とりあえず、なんか、日陰になりたいっていう、小栗有以さんをきっかけに私は、ね、AKB48 に入ろうって思ったので、そのきっかけになりたいんですよ。まあ、やっぱ、アゲって気持ちで頑張ります。やっぱ、アゲ大事なので、やっぱ、アゲです。最終的にアゲです。はい。アゲ大事。本当にアゲ大事。ちなみに今、食べちゃいました。昨日？おととい？おととい食べちゃって、ちょっと今手元にないので またね、今日とか夜とかできたらいいなって思ってます。そう、アゲ。好きな具、お味噌汁の具材はもちろん、揚げ？ そういうこと？ みんな揚げの、多分揚げ。揚げマインド大事。頑張りましょう。ほんと。一緒に。ちょっと難しい。そう、油揚げ。多分油揚げ。黒のさ、めちゃくちゃ面白い。私もそれ使おうかな。え？めっちゃ良くないですか？好きなお味噌汁は、え？アゲです。え、めっちゃいいじゃないですか。え、超いい。いいじゃないですか。そうしましょう。いいですね。え、そう、ドボンの、そうなんですよ。ドボンのやつ、あれ、アゲーって書きたいです、今。あれを書いたのが多分本当に2ヶ月前で、書けなかった、もうめいめいしか思い浮かばなかったんです。悲しい。だから、そう。次です、次。みーちゃん笑い、そうなんです、私笑いに持っていきたくなっちゃうんですよ。だからオチも変になっちゃうんです。ちょっと助けてください。悔しい。次上げ。次上げ、面白い。初仕事で、そうなんですよ。ちょっと書けないし、ちょっと、ね。アゲがまさかこんなに、なるとは思ってなかったので、これはなんだ？ハートプワー！関根さん！え？ハートプワー！ありがとうございます！え？ハートプワーじゃないですか、これ。え？にゃん。かわいい。ありがとうございます。にゃん、ありがとうございます。嬉しい。ラブ？皆さんラブ？そうですね。あと10分、15分ぐらいお話をしようかと。あ、でも多分これあれだ。え、あれだ。あれだ。ひまたぎ配信って申請させていただいてるので、多分時間ないじゃないちーんってなっちゃうかもしれない。充電は今日めっちゃ大丈夫です。今50%です。え、多分。ちょっと一回 たくさん話せるように、ささっとスクショとランキングをね、お読みさせていただいて、たくさんお話ね、したいので。
20分までしてます。もし、なんか、切り悪く終わってしまったら嫌なので。ちょっとまず、ランキングの方からお読みさせていただきますね。13位の方から。いきます。13位の方。関根さん、ありがとうございます。お花とありがとうございます。では、12位の方。読書変わったかと思った。ガミさん、お魚ついてる。ありがとうございます。ガミさん、ありがとうございます。イェーイ。では、11位の方。マロさん。マロさんもありがとうございます。私もいつか半魚堂になりたいと思います。かっこはてな。かっこはてななんですけど、いつかね、なりたいなって思ってます。10位、滝沢さん。あら、もう本当にありがとうございます。かわいいねじもね、たくさんね。ありがとうございます。9位の方、たーさん。たーさん。ありがとうございます。はあ、8位の方、ゆうきぜーたさん、ありがとうございます。ゆてぃさんって呼ぼうかな。ゆてぃさん、ありがとうございます。7位の方、もさもささん、ありがとうございます。ランキング変わった。ランキング変わった。変わったので、でも、お読みした方は合ってるので、りょうさんからいこうかな。7位の方、りょうさん。19歳は素敵な景色を見に行きたいですね。叶えていきましょう、一緒に。ありがとうございます。ラッキーセブンじゃん。6位の方、ヨッシュさん、夜勤中にありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。5位の方、待って、下手。ドラガンさん、めいめいは幸せの、やったー、きっかけになれたー。早速一つの夢、叶えちゃったかな？ありがとうございます。ドラゴンさん、ありがとうございます。では、良いの方。メイさん。メイさん。私と同じ名前、一緒。運命だ。ありがとうございます。はい、また変わった。変わってない。目がおかしくなりました。合ってまーす。サイの方、カズくんさん、ありがとうございます。いつもの感謝。ありがとうございます。2位の方、関根さん、誕生日おめでとう。関根さん、ありがとうございます。綺麗な2でよかった。ありがとうございます、関根さん。1位のか、あ、違う、これ何だ？ 1 位の方。1位の方。クロノさん。クロノさん、いつもありがとうございます。ねえ、今日もたくさん。ありがとうございます、本当に。クロノさんって呼ぼう。大丈夫、おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。皆さん本当にありがとう。じゃあ今日は65なので、すごい。やっと言いますね。やっと言いますねっていうか、やっと、この誕生日とともに、日付とともに言いますね。嬉しい。今、埼玉山添の影さん。ありがとうございます。嬉しい。すごい。なんか、
私いつも名前がなんか特別な方に出会います。この65位の方って。多分そういう運命なのかもしれないです。ありがとうございます。埼玉山添の影さん。ありがとうございます。では、あと、お二人。ランダム。69位の方。ショーダウンさん。ありがとうございます。いつもメールの返信見てます。ありがとうございます。もう一人。いきます。88位さん。しんさん、ありがとうございます。ありがとうございます、しんさん。ありがとうございます。88。OK。これで皆さんお読みできた。大満足。では、スクショタイム。いきます。めでたい。ほんまに。嬉しいです。目線。ここで合ってますか？これあれだ。サマーグッズの。誕生日おめでとうはどうしましょう。あ、じゃあ、65ポーズいいですね。じゃあ、1個ずつやりましょう。これが6で、これが5。お腹鳴っちゃった。こうやりたいのに。こうか。どうですか？19歳の両手あごぐ。はい。19歳の残念やっておきますか。残念。ありがとうございます。あと1、あ、そうだ。あと1分。これでぶっちされなかったら、ちょっとプラス5分ぐらいちょっとしたいです。皆さん、本当に今日ありがとうございました。幸せでした。本当にありがとうございます。まだまだね、私の誕生日は始まったばかりなので、たくさん今日一日、祝っていただけると嬉しいです。早く皆さんにお会いできるといいなぁ。早く会いたいなぁ。早く誕生日おめでとう聞きたいなぁ。とか思ったりするので、よろしくお願いします。本当に。本当にありがとうございます。どっちなんない。めいちゃんからで出社。え？いや、嬉しい。私からで出社？嬉しい。楽しみ、それは。じゃあ、なんで今日明るい服着てるんですか？って言われたら、ちょっと推しカラーで、この子を捨てて、ぜひって言ってみてください。嬉しい。そういうことですね。嬉しい。じゃあ、ちょっと25分ぐらい。ちょっとだけ。本当にちょっとだけ。ご迷惑かけちゃうかもしれないので、ちょっとだけします。あ、付き合わせてありがとうございます。嬉しいです。嬉しい。ありがとうございます。にゃーん。遅れたおべと、ちょっともう、いいんですよ。お気持ちだけで、ね。嬉しいです。本当に。ありがとうございます。パフェです。大好きなパフェです。明日パフェ食べようかな。
どうします？皆さん、パフェ食べたいんです、私。今日は白き、お、いいですね。もうすでに録画面、お、いや、私が録画面ってことする。嬉なる。いや、嬉しいです。食べな、食べ、あ、食べます、食べます。フルーツは、いちご。全部好きです、私。全部好きです。さっき柿の種、お、おっさるー。やった。そう、何でしたっけ？トマト嫌いですよ。大嫌い。明日のメイメイルはパフェだらけ、あ、かもしれない。あ、ちなみに明日、包丁買いに行きます。お魚さばく用の。ナルムさん、ケーキ！ケーキありがとうございます、ナルムさん。ケーキ。代わりにトマト消費。うん、よろしくお願いします。ぜひぜひ。ぜひぜひ消費してください、私の代わりに。その代わり私が吸収しますので。消費していただいて、私が吸収するっていう。そしたらもう私、もう肌がツンツンになっちゃいますから。早口。早口なんです、今。めっちゃたわ。ちょっとは、ナルムさん、ありがとうございます。かわいい、遊園地？かわいい、ありがとうございます、ナルムさん。嬉しい。嬉しいな。いやー、もう幸せです。初めてですよ、こんな、たくさんの方におめでとう言ってくださるの。嬉しい。幸せ。トマトパフェ、やだ。本当に無理です、トマト。本当に無理。どうしよう、本当に無理だ。毎年にしましょう。幸せ。ああ、幸せ。みんなに見守られて。ミニトマトも無理です。全部無理です。トマトは全部無理。あ、でも、ケチャップと、ピザに乗ってるトマトは食べれます。ギリ。ギリ。ギリギリです。みんなでトマトサワージュースで乾杯。ぜひ皆さんでしててください。私はちょっと眺めてますね。私も、一緒！嬉しい。わかんの。上がります、それは。トマトの話しましょうね。嫌いなところね。フルーツトマトもいけないんですよ、実は。実は全部いけないんです。はい。オムライスは全然大丈夫です。全然大丈夫。最近私なんか喉やられてて、なんか低い声出ちゃいます。でもなんか、低い声が逆に出ないから、低いボイトレを自分で勝手にしてたら、低くなりました。こうやって。全然、なんか病気とかではなく、普通に私は練習で喉やられてるパターンです。練習。声変わり、確かに。声変わりしたかもしれない。そうなんですよ、低い声。ジュンク、そうなんですよ。頑張って出してて、で、逆上がりも、頑張って低いの出してて、そしたら、ちょっとガラガラ気味になっちゃったんです。難しい。私、高い声しか出ない。なんです。今日も流れ、あ、ね、今日早いですよね、すごく。嬉しい。ね、たくさん嬉しい。声の切り替え。ですよね、ありがとうございます。そうなんですよ、しんじゃん。おいしのすけだっちゃう。そう、桜がそうなんですよ、低いんですよ。A, K, B,
48! あ、似てる？え、嘘。嬉しい。やった。あんまり、私、スティッチの方が上手なんですけどね。タッツ！違うな。どんな違う？どんな違う？ はい、では、こんな感じで、今日は、終わりたいなと思います。笑ってる。はい、では、今日も皆さん、配信長く見ていただきたい。ありがとうございます。ね、今日は、本当に素敵な一日になりそうです。いいスタート切れました。これからも、一緒に頑張って、成長していきましょう。もう本当にみんなのことが大好きなので、早く会いたい。もう本当に早くお話ししたい。私、お話大好きなので、一緒にお話たくさんして、たくさん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 思い出作っていきましょう。はい。ちょっと今日もアゲでやってきたので、今日の、これから寝て、朝起きた時からもアゲで、テンションを上げて、アゲでいきましょう。今日私の日にしましょう。ありがとうございました、たくさん。本当にありがとう。もうみんな、いやー、もう本当に嬉しい。嬉しい。ストップ。私、嬉しい。ちょっとやめとこう。なんか、笑いで終わっちゃいそうです。ごめんなさい。ちょっと大切な、大事な配信なのに、すごく、あ、あげーとか言っちゃって、面白い終わっちゃって。ごめんなさい。もうやだ。新テンションってやつ。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。握手会ね、待ちてほしいね。生まれ、ありがとうございます。また皆さんも生まれてきてありがとうございます。あれ、ちょっと高い。今日、ちょっと高い。さすがに高い。静かに、私。やってより演じる。あ、本当にそこ。本当にそこです。はい。ありがとうございました、皆さん。長々と。ね、ちょっと、今夜中だから、ドボンはできないですが、明日またしようと思います。今日か、起きた後、したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい。では、皆さんおやすみなさい。ゆっくり寝てくださいね。こんな夜中まで。明日お仕事の方も学校の方も一緒に頑張っていきましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。延長すいませんでした。ごめんなさい。ありがとうございました。バイバイ。